ね、日本に生まれてたことが本当にありがたいということをこうつくづく思う。これは自然一つとっても地球上に日本という国があったということも非常に不思議なことやし、まあ、ある意味必然だったのかな、風が吹いて、そしてそれの、浮いているゴミが集まるところが日本ですから、全部溜まりました。で、外国はそれを全部捨てました。ですから我々が中国はすごいという中の一つに、中国には孔子が出ました、孟子が出ました、韓非子が出ましたって言うけど、実は中国で孔子はほとんど今は生きてません、使われていません。ところが日本には論語がそのまま残っています。で、しかも日本はそれを日常に使うというその知恵があるんですね。知恵がで、孔子の論語は見ていくと、政治家が庶民を抑えるために使うということを向こうでは思うんやけど、日本では一人一人がそれを生かしていくというふうに見ていく。これは日本がそれを加工していった、知恵にしていった。だからこれがこの日本人の凄さで、キリスト教が入ってきました、そしたら全部それを受け入れるんではなくって、いいとこだけいただいて、で、日本風にしていく。仏教もそうでした。ですから非常に日本っていうのは不思議な国で、それを消化できる、あるいは血肉化できるという意味では、まあ、世界ではほとんど例を見ない人種というふうに言われています。ですから多様性がある。その多様性が、先ほども少し話が出ました、12月の25日にはキリスト教になり、12月31日には仏教徒になり、1月1日には神徒になるということがごく自然にできるのは、おそらく世界で日本だ。これがこれからの混沌とした世界を救う日本の役割の一つの、まあ、象徴だということだというふうに僕は思っています。例えば天皇というものが神話の時代から続いている、まあ、これはもちろん科学的なことは別として、神話があるということ自体が日本の良さであって、そして神武天皇から始まり、現在126代までこう来ていて、それが現に生きておられる。この前、九州に陶芸の旅をさせていただいた時に、柿右衛門さんが15代、今右衛門さん、あるいは太郎右衛門さんが14代、でも400年です。400年に比べて126代といったら、これはもう、想像絶する歴史があって、しかも男系男子をつないでいる。こんなものは世界に例がない、非常に貴重なことが日本では現にあると。神が生きていると。これは本当に世界を救う大きな、僕はヒントになるんだろうなというふうに思ってます。そういう意味で日本は本当にこれから正しい生き方というのか、信念を持った生き方というのか、お金ではない、お金の次の心の世界を日本がリードするんだろうなというふうに思っています。それがきしくも令和4年にその転換をみんなが見ていくんだろう。でもこんな素晴らしい年になるということは本当に嬉しいし、一緒に皆さんとね、この現実を見たいというふうに思っています。ビールを飲みましょう。質問あったら質問してよ。質問、具体的に個人的な質問 OK よ。家元とね、先代家元とね、一緒に旅行に行けたらいいね。その11月3日に屋久島に行きました。そしたら屋久島行った日、12月3日は何の日ですかと質問したら、文化の日です。バカ野郎、明治天皇が生まれられた日だ。明治天皇、昭和天皇ね、平成、ごめんなさい、大正昭和と生まれた時に、昭和天皇がお生まれになった時、うちの母親は
棺の巫女が生まれない。棺の巫女、火をつく子供が生まれた。これほどめでたいことはないということをみんながお祭りのように言ってたことが何だったんだって言うけど、ああそうか、僕はこれこそ日本かというふうに思うんだよね。その棺の巫女と腹違いの子って人たちとね、お出会いさせていただいて、でその時にその先代江本が、先代、そしたら明治天皇のお誕生日ですから来年は大洗に行きましょうって言うから、僕が思っただけか知らんけれど、先代江本はふっと目がね潤んだ。あんな僕は長く付き合いさせてもらってる中で初めて、それほどに日本のことをやっぱり思っておられるんだということを、その先代江本の姿を見て僕は感動したっていうね、いうことがありました。なんか美味しいものが出てきました。いただきながら、これは何でしょう。